あ、まあ、はい、コトローってだからリンカーンだろ。はい、あの昔2005年のですね、うん、でまあ松本さんにその、はい、髪型振られた後に、うん、でそれをお前がうまく返せなくて終わった後に、はい、俺がそのおーいいな旬の芸人はなんかそのはい、うん、面白いこと全然返さなくて大丈夫ですか、うん、みたいな感じになっ、うん、なったっていうそのはいいじりのくだりです。それですよ。はい、それをただまあ俺も覚えてないけど、それをだからお前が根に持ってるのかどうかってことです。はい、そこ僕の陰湿な性格がそれをずっとこう持ってしまって。ただ持ってるだろ、あんなに言ってないだろ俺。いや結構怖かった時期がいやあんなには言ってないだろまあそうですね。まあでもいやもぜ怪談話とかじゃないけど、はい、やっぱ驚かせようと思ってちょっとずつ怖くなってくみたいな、はいはい、絶対あそこまでは言ってないだろ。それ言ったか言わないかですから。はい、でもまあ言った言わないは水かけ論ですけど、はい、でどれぐらい言ったかよ。そこです。あのくだりはでも本当にあの時あったんですよ本当に。俺が、はい、あの時に本当にただ出たての時ですごい怖かったイメージがあって、それで、うん、俺が終わって、はい、そんなんだっけ、おーみたいな、はい、今日いいですねみたいな、なんか、うん、そんなもう旬で出てきた人はみたいなやつ、はい、まあ俺言いそうだな。いやちょっと待ってください、すいません、なんか逆にもう一回その再確認させて。いやでも本当にでもあの頃って本当になんか全然、いやあの頃っていうか今も言いそうだよね。いやそう、でもそれを僕がネチネチとこのタイミングで言うのもダメでしたし。いやね、言うタイプではあるんだ確かに。シェアさん、シェアさん、わざわざで、ね、もう一回出してくれて自分が立証してくれて、どんだけ今回どんだけ僕を甘やかしてくれるんですか。いやね、記憶にはないんだけど、はい、まあ言うタイプではあるんだ。ただこれ俺も言いたいのは、はい、山里って東京出てきただろ、はい、で俺最初に山里と多分東京出てきてお前が初めて飯食いに行った先輩って俺だと思う。あの東京で 2,3 回、はい、で山里って東京に友達いなかったじゃん、はい、今もまあ入江ってことだろ。今も前2番目に出てくるのが大悟ってこと。大悟大阪の先輩だからな、はい、でそれぐらい知り合いがいなくて、はい、で要はリンカーンにももちろん知ってるメンバーいないわけじゃん、はい、俺としたら愛情表現なわけですよ、はい、そうですよね、滑って一人落ち込む後輩の楽屋に、はい、ああいいですねってわざわざ言って言うっていうのは、はい、俺のこれまたねじ曲がった愛情表現なんです、はい、それがちょっと俺の場合愛情表現が下手くそっていう。すいません、確かにご飯行きましたね、なんかおしゃれなところの鍋みたいな食べました。そうだよ、すいません、なんかいろんな時を超えて今なんかいろんなすいませんが出てきてるんですけど。そうだよ、はい、まあでもまあそうだな、言ったんだろうな。すいませんでした、でも本当にこうして。ただこれからも言うしね。嘘。いやいや、これからも言うし。嘘。もう、あ、でも滑ったらね、はい、滑ったらいい。でも理由はもう違いますもん、全然。なんか僕ちっちゃかったっす、すいません。いやだから、あ、でもこれ、この教職があれなんですよね。また今品川さんがあたかもね、リスナーの人たちはあれ今ブースのとこでこいつ蹴られてんじゃねえかみたいな空気になっちゃうけどね。そう、そんで、はい、今思い出したけど、はい、その時本当に滑ってたからちょっとやめてくださいよやめてくださいよ、ね、そこを明確に思い出すやめてください。確かに尋常じゃなく滑ってたんですよ確か、うん、しかもそこに行き着くのはなんか、いや言いますよそれ。自分のお母さんかなんかの若い頃の写真を出しての、うん、コーナー昔あったじゃないですか、若い頃のお母さんの写真出してなんかイケてるイケてないみたいななんか話するやつで、うん、で自分のお母さんの写真が出た後のコメントを僕全部滑ってるんですよあの日で。もう滑り続けてぐったりしてるところへの品川さんの愛の無知で即死したんです僕。だから思った以上にだから、はい、滑ったのが、何笑ってるんですかだから滑ったのが響いてたってことは、はい、はい、でそこに無知が綺麗にしなってですね、山里のこの根の悪さがなんとですね、品川さんここに行き着くまで6年です。だ6年も前のこと言うなよ。すいません、本当に本当にそうですね、6年前の
事件を。まあまあまあ、でもそうだな、言ってるね今も俺は。でも、うん、違うんですもんね、もう本当に。なんか今日の お話とか聞かせてもらってて気づきました、やっと。いやまあ俺でもそういうタイプだからね、あの結構、はい、あのオリラジとかも、はい、こう般若が出てきて、はい、オリラジが一時期の勢いなくなったなみたいな、はい、だいぶ可愛がりやすくなったわとか、はい、やっぱ言いますからね、はい、うん、ぶっきらぼうですね、品川さん。やっぱすいません。いやなんかね、え、喧嘩売ってる？売ってません、売ってません、全く売ってません。確かに今自分が調子乗った単語が出たなと思いました今。まあ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 、そうですね、はい、そうですよ、そうですね、すいません、うん、いや本当によかった。これちょっとあのメールを入れるのは気をつけてください。もう一個ありますね、もう一個いいですか、品川さん、メール、うん、ラジオネーム初級リスナー、山里さん、品川さん、こんばんはと。品川さん飛び入りなんてすごいですねと、うん、お二人ともツイッターもう再開しないんでしょうか。あれ、お前ツイッターやめてないだろ。僕やめてないです。ただあの、いやお前続けていいよ。何つぶやいていいかもう分かんなくなっちゃって今。いやだから今日のことつぶやいていいんじゃん。あ、今日のことはもうつぶやいていいですか、うん、じゃあ終わった。いやもう普通に続けていいよ、はい、俺はねちょっとね、あのもう一回やるっていうのもなんかあれだからちょっとやめとく。でもあとやっぱツイッター合わないわ俺。そうですか。うん、あのね、1日1件でも嫌なこと書かれると嫌なの、はい、あの返したくなっちゃう。あー、なるほど。でそれを我慢するのが、はい、あの性格に合わないから。確かになんかこう距離感分かんなくダイレクトでいろんなことを好き放題言いますもんね。ブログはこう自分の好きなことずっと書いて、はい、でコメント欄ないから、はいはい、でネットって自分のこと調べなければ、はい、嫌な情報って入ってこないじゃん、はい、ツイッターはまあ本当に本当に何百分の一なんだけどやっぱあるから。そうですね。それが本当に、はい、あのありがたい意見の方が多いんだよ、はい、でそれでありがとうありがとうって思うんだけど、その一件でちょっと嫌な思いするのが嫌だなっていうので、ちょっとイライラするの嫌だなっていうのでやめてる、はい、あ、そうなんですか、うん、でもなんか多分ぜひ復活してほしいって人多分多いと思うんですけど、でもまあそういう理由があるということで、リスナーのもし復活派の人はね飲んでいただければ、うん、じゃあ僕はもう今日のこととあと本当に今回の件のなんかこうにことについてちゃんともうまっすぐな情報をですねつぶやきたいと思います。いやだからもういいっていやもういいって。下手もうねやればやるほど、はい、もう喜ぶんだから思うつぼになってきちゃう。アンチの人はもうやればやるほど喜ぶからそうだからラジオのことはラジオで解決しようと思って俺ラジオに来たの。そうです、うん、おびっくりして、え、メールどんどん来てますね。あ、ラジオネーム秋からでございます、うん、品川さんと仲直りできてよかったねと。あら、仲直りですね、品川さん。仲直り仲直りって言うとあれだけどね、はい、で、品川さんが先ほど心配したことが一個ここに書いてあるんですけども、うん、あの、とりあえず加藤浩二が最高だ、加藤浩二のかっこいいエピソードの話が聞きたい。いやだから加藤さんはいつもかっこいいですよ。本当にそうなんですね、うん、さっきだからどんだけ切れてもいいけど、はい、手だけ出すなよお前それだけって言って、うでも切ってました。だって僕の時は先ほどもちょっと言ってたんですけど、お前殴られてこいバカと、それお前 100% 悪いよっつって、ね、だ加藤さんの株が上がっただけだよお前。ブス二人でさラジオでいじめたいじめられないってな、はい、しかもそれがお互いの誤解のもと、お互いっていうか僕の誤解のもと でいじめたいじめられないって言ってキャーキャー言って結局加藤さんだけがかっこいいっていうことですよ。だからどうしましょう、これ本当泥試合だから、ね、そうですね本当に泥同士でぐちゃぐちゃやってたら加藤浩二の株だけがどんどん上がっていった。そうだよ、すいません。でも本当に僕は本当にそれで言った2005年ぐらいからうじ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 うって言って2011年になってこうやって品川さんとほぼ1メートルぐらいの距離でこうやって喋れるっていう日が。お前青木さんのこともなんか言ってたらしいな。そこはやめなさい品川さん、品川さん、そこまで今まで出てきてもうだから今回の教訓で喋ってさ品川さんダメなの。ダメです、それダメなの。どのビルで喋ってるんですか品川さん。お前や